H-IIA ロケット35号機打ち上げ最終実施判断の結果を連絡します。現在各系ともロケット打ち上げの最終作業を実施中です。また警戒区域の安全が確認されており、気象条件も打ち上げに支障のないことが確認されました。従いまして、順天頂衛星システム静止軌道衛星Michibiki3号機を搭載した H-IIA ロケット35号機の打ち上げを本日日本時間の午後2時29分00秒に実施します。X-10分、打ち上げ10分前になりました。種子島宇宙センター竹崎総合司令塔から H-2A ロケット35号機の打ち上げ状況をお伝えしております。まもなく打ち上げられる機体は関係者による最終的な確認作業が続けられており、現在のところすべて順調との報告を受けています。Michibiki3号機を搭載した H-2A ロケット35号機は本日午前5時からターミナルカウントダウン作業を開始し、現在はその最終段階にあります。打ち上げ8分前より打ち上げに向けた秒読みが開始されます。480、打ち上げ8分前です。打ち上げに向けた秒読みが開始されました。種子島宇宙センター竹崎総合司令塔から H-2A ロケット35号機の打ち上げ状況をお伝えしております。現在各系ともロケット打ち上げの最終作業を行っています。また警戒区域の安全は確認されています。456、55、54、53、52、51、450。440。430、29、28、27、26、25、24、23、22、21。420、19、18、17、16、15、14、13、12、11、410、409、408、407、406、405、404、403、402、401、400。390、380、370、360、
打ち上げ6分前です。現在射場の天候は晴れ、気温摂氏 32.2 度、東の風毎秒 2.2 メートルです。 H-IIA ロケット35号機の打ち上げに問題はありません。本日の打ち上げ予定時刻は日本時間の午後2時29分00秒です。330、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 330
280、81、82、81、82、81、78、77、76、85、84、83、82、81、79、78、77、76、75、74、76、77、76、76、76、77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 
号司令塔から H-IIA ロケット35号機の打ち上げ状況をお伝えしております。現在ロケットの管制は吉野部発射管制塔から行われています。250、49、48、47、46、45、44、43、42、41、240、39、38、37、36、35、34、33、32、31、230。打ち上げ3分前です。全システムの電源が外部から内部に切り替えられました。170、160、150、1段液体水素系準備完了。100、40、39、38、37、36、35、14、13、12、11、120、121、122、126、125、124、123、124、126、125、126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 
59、打ち上げ1分前です。57、56、55、54、53、52、51、50、49、48、47、46、45、44、43、42、41、40、39、38、37、36、35、34、33、32、ウォーターカーテン、散水開始。29、28、27、26、25、24、23、22、21、20、19、18、17、16、15、フライトモードオン。13、12、全システム準備完了。10、9、8、7、6、駆動用電池起動。4、3、2、メインエンジンスタート。Michibiki 3号機を搭載した H-IIA ロケット35号機は平成29年8月19日午後2時29分00秒に種子島宇宙センターから打ち上げられました。打ち上げ以降ロケットの管制は吉野部発射管制塔から竹崎総合司令塔に引き継がれています。50、ロケットは現在東南東方向の太平洋上へ飛行しています。60、打ち上げ後1分が経過しました。70、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90。ロケットは正常に飛行中であり、種子島の各地上局は正常にロケットの追尾を行っています。110、11、12、13、14、15、16、17、SRBA 燃焼終了。18、19、120、SRBA 第1ペア、第2ペア分離。小笠原局でのロケット追尾が開始されました。第1段エンジンの燃焼は正常。制御系、飛行経路も正常です。ロケットは順調に飛行を続けており、現在の高度は約 158km、秒速約 2.4km です。衛星フェアリング分離。
ち上げ後5分が経過しました。第1段エンジン燃焼停止。第1段、第2段分離。第2段エンジン第1回燃焼開始。打ち上げ後8分が経過しました。第2段エンジンの燃焼は正常、制御系飛行経路も正常です。現在の高度は約 300km、 秒速約 5.9km です。ロケットは現在安定して飛行を続けています。打ち上げ後10分が経過しました。
ロケットは順調に飛行を続けています。ロケットは種子島地上局の捕捉範囲を離れ、小笠原局から追尾されています。第2段エンジン、第1回燃焼停止。ロケットは小笠原局の捕捉範囲を離れ、管制飛行を行っています。
クリスマス局でのロケット追尾が開始されました。第2段エンジン第2回燃焼開始。ロケットは現在クリスマス局から追尾されています。第2段エンジン第2回燃焼終了後、導き3号機を分離します。
第2段エンジン第2回燃焼停止。導き分離導き3号機は予定された軌道へ向け分離されました。これをもちまして H-IIA ロケット35号機による順天頂衛星システム静止軌道衛星導き3号機の打ち上げ実況放送を終了いたします。打ち上げ結果につきましては記者会見並びにプレスリリースにて発表いたします。この放送は種子島宇宙センター竹崎総合司令塔よりお伝えしました。ありがとうございました。